春になっていい気候になってきました。そろそろね、自転車で林口とかで旅に出ようかななんて思っている方も多いんじゃないかと思います。そこで今日はそんな方のために林口バッグを使った林口の仕方はやりません。リンリン、森氏です。今日はですね、春になってきて気候も良くなってきたんで、自転車で林口で旅に出ようかなって方も多いんじゃないかなと思いまして、今日はこの林口袋、うちが扱ってるこのマルトさんのとフェアウェザーさんの林口袋でどうやって林口するかというお話をしません。というのは、なんかまあこの手の話になるとですね、多分林口の仕方、どうやって自転車を畳んでどうやって埋めるかみたいな話っていうのは、多分 YouTube とかウェブ検索すればいっぱい出てきますよね。で、僕もそういうの散々見て研究してやってるので、林口もかなり上手くなりました。出張とかでも雨が降っても持ってくルールを作ってですね、一時期乗れなくてもとにかく林口の練習と思って持ってくっていうルールを作って、結構月に何回か林口をするみたいなのをやり続けたら、かなり林口については上手になってきて、それ以外のですねことも学びました、いろいろ。で、林口の旅において重要なことっていうのが、この林口バッグに自転車を詰めることだけじゃないんですよね、実は。それ以外にもいっぱい荷物とかあるじゃないですか。その辺をどうやったら効率よく運べるのといったところが結構抜けてんのかなと思って、今日はちょっとその辺のところをお話したいなと思ってます。林口に行くときに、このね、自転車ね、非常に軽い自転車なんで、これサイコンも取りましょう。で、このサドルバッグね、僕大好きなシルカのやつ使ってるんですけども、これも取るじゃないですか。これをね、こうひっくり返して、よいしょ。で、林口袋をどんどんこう外して外して入れて、これをこう背負って持っていきますというのが林口袋の使い方なんですけども、ちょっとそれは置いといて、それ以外の荷物はどうなっちゃってんのっていう話だと思うんですよね。あるいは僕結構あるんですけど、自転車は現場で借ります、ないしは自転車だけ先に送ってますと。で、それ以外のものを手持ちで行きますって言った時にどういう風に持っていくのって言ったところをちょっと考えたいなと思っていて、カメラマンさん、ちょっとこちらお願いします。はい、これさっき外したね、シルカの中に僕チューブとか六角とか入れてたりする。で、実は自転車の荷物結構多くないですか、これ。で、自転車用の靴、ヘルメット、サングラスもこのまま入れられないからちゃんとボックスに入れるじゃないですか。ボトル、これ結構忘れると致命的なんですよね。ペットボトルこの中入れて出しながらこうやって飲んでみたいな、その無理なんで。あと自転車用のウェア、まあ、ちょっと今日は簡易的に2つだけですけど、ウィンブレとかもやっぱ必要じゃないですか。どれくらい寒くなるか分かんないです。ベースレイヤーなんだかんだって繰り上がって、あと小物も決してこの2つだけじゃないですよね。他にももういろんな工具類とかいろんなもの持ってかなきゃいけなくて、ただ現地で自転車に乗りましょうって言っただけで、これだけのものが日常生活の下着とかなんとかとは別に必要なんですよ。結構な荷物になるじゃないですか。で、これをみんな林口の時は肩に自転車背負っていけばいいのねと思うけど、それ以外の荷物をいっぱい持っていかなきゃいけないわけですよ。で、あと考えてほしいのが、こんだけ大きいねと、じゃあスーツケース持ってこうぜってわけにもいかないんですよね。で、なんでかっていうと、特に林口の時なんですけども、自転車を持ってって状況にもよりますけど、一番便利に使いたい時っていうのは、自転車と身の回りのものを持って、どこかにポイントついたらそこで自転車組み立ててそのまま全部持って移動したいじゃないですか。っていうのを繰り返してどん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 移動していきたいっていうのが、なんとなくスマートな林口なイメージじゃないですか。ということは、現地について自転車組み立てた後にその荷物を全部持って自転車に乗れなきゃいけないんですよね。ということは、スーツケースとか持っていっちゃったら機動性がなくなっちゃうので、スーツケースの中にこんだけのものをバンバン入れて持っていくってことはできないと。そういうのを考えた時に、どういうバッグで行ったらいいのかなというところがポイントになっていくんじゃないかなと思って、今日は2つのバッグをご紹介したいと思ってます。はい、まず1つ目がですね、インサイドラインエクイプメントっていうブランドのレースデーっていうバッグですね。荷物が比較的少なめで1泊ぐらいで、夏場とかで荷物が少ない時は僕はこれを使うことが多いです。で、これが優れてるのが、まあ一つがですね、ここ開けてあげて、バカーと開くんですよね。で、ちゃんとここにこう靴が入るような別室があって、ナイロンになっているので汚れた靴入れても大丈夫ですよね。で、こうやって閉められると。で、あとこの辺の荷物もこう入れて、ちっちゃいこういう小物入れがね、ここもそうですし、ここもそうですし、ここにもあるし、ここにもあるし、細かいもの多いじゃないですか、サイクル系って。こうやっていろんなところにこうやって分割して入れて分かりやすくできる。あとボトルが外にこうやってはめられる。なんやかんやこっちにまたいろんな着替えとかも入れて、どれくらいですかね、靴とかがここに入っちゃってるからそんなにめちゃめちゃは入んないんですけど、一泊ぐらいだったら入るかなって、ここで閉めてあげると。で、秀逸なのがやっぱここ、これをね、求めて買いに来るお客さんが多いんですけど、ここにですね、ヘルメットが入るんです。こういう感じで、ちょっとね、ポックの大きいんで中に結構靴とか入れちゃったからそんな奥まで入らないですけど、でもね、大丈夫。こうやって伸ばしてあげれば全然余裕で閉まるんで、多分中ももうちょっとこっちまで入れてあげられると思うんですよね。
でこういう感じで、ここもいいんですよね。ここに財布とかが入るんですよね。スマホとか分かりますか、この上のところにこういうスマホとかこうやって入れてあげて、こういう風になりますと。これ秀逸なのがやっぱりヘルメットここに入る点ですよね。移動中とかにこういうのが入るところがない場合ってこの辺にぶら下げたりするじゃないですか。あれ結構ね危ないんですよ。プラプラしてポンとぶつかったりとかして壊れちゃったりするんで、そういう意味ではこうちゃんと入るところがあるっていうのが素晴らしいかなと。これでもうしっかりこう収まってるんで、これで背負ってあげて、それでこっちの自転車を、まあこれもすみません、輪行袋に入ってるイメージでこう持って、このまま電車に乗ったりとかスマートにできるという感じですよね。で現地に着いたら自転車組み立てましたと。組み立てて、まあさっきの、まあヘルメットはですねもうかぶっちゃいましょうと。ヘルメットはかぶっちゃって、あと靴もねこっちのビンディングシューズに変えて、その代わり自分で履いてきた靴をもう一回入れてあげて背負ってあげて、このまま走っていけば楽ですよね。普通に走れる感じ。これだったらなんとか一泊ぐらい、そんなに物がいっぱい入るわけじゃないんで、まあ一泊ぐらいだったらいいんじゃないかなと。さっき言ったいわゆる機動力を生かした移動もしたいという方にはこのレースデーという ILE のレースデーっていうのはおすすめです。じゃあもう一個ちょっとご紹介。はい、もう一つおすすめなのがこのシルカというですねブランドのバックパックですね。ちょっと大きめで、これ結構実は売れるんですよ。でなんでみんなこれ買ってくんだろうって言ったら、便利だからかななんて思ってたら、見てるうちに欲しくなっちゃって、まず自分これを買ったんですね、サドルバック。したらなんかすごい自転車との相性も良いし、何ですかね、このデザイン見慣れるとすごいかっこよく感じちゃうんですよね。しかもイタリアもんなんですよ。だからイタリアもんのセンスっていうのがここの辺の赤とかに効いてて、なんかすごいかっこいいなと思うようになってこれを買ったんですね。なんかその時は機能が良ければいいかなぐらいに思って買ったんですけど、使ってるうちにやっぱこのデザインが好きになってきちゃったのと、あとやっぱりすごいこれ使いやすくてですね、一泊ぐらいの旅行だったらさっきのレースデーで軽めに行っちゃうんですけど、ちょっと冬場で荷物が多めになる時、まあないしはその 2,3 泊しなきゃいけない時とかはこっちのバックパックで行ってます。これはもうね完全に輪行に対応した作りになってて、逆にねちょっと作り込みすぎちゃってて、なんか使いにくい部分も若干あったりするんですけど、ただ本当によくできてんなっていう感じです。まずさっきの靴入れ歯もちろんあります。ここですね、この外からアクセスできるようになってます。パカッと開けて、ここはちゃんとこう止まってるんですけど、こういうのも本当作り込みすぎっすよね。これがコストにすごい反映されてると思うんだけど、でもそこがまたね好き、すごく好き。でここにこう入れてあげると、これもちゃんと別室になってるので汚れは中のものにはつかなくて、ただ別に表に出っ張るわけでもない、ちゃんとここにベンチレーションみたいのもついてるんですよ。なんかグラベルとかだとね濡れたりして気持ち悪いですからね。閉めてあげるとこういう風に中に収まると。でね、あとボトルじゃあどこ入れるのって、さっき外に入れたじゃないですか、これ中にあるんです。見てください、ここにいくつかこう入れられるようになってて、例えばここにこうやってボトルを挿してあげる、高さもちょうどいいんですよね。750だとちょっと出っ張るんですけど入ります。一応さっきのレースでもそうでしたけど、小物入れがやっぱり充実してるんですよね。なくしやすいじゃないですか、ライトとかなんとかって。どこに入ってるか探すのも大変ですし、だからそういった意味でこの辺とかに入れられると。例えばじゃあこれはここに入れましょう。でさっき持ってきた荷物もここに入れちゃいましょう。でサングラスも入れて、ヘルメット入れてもまだこんだけ容量余ってるんですよね、こんなに。で布なんで結構押し込めば入りますし、まだこれだけ余裕があるんで比較的いろんなものが入るかなと。でもちろんこの空間埋めてくださいね、ウィンブレを突っ込んだりしてなるべく埋めて入れてあげると。もうちょっと物をいろいろ入れると思うんですけど、閉めましょう。でこれがさっきこういう風に開いてベロンってなったのは、実はそこに座れるっていうコンセプトなんですね。僕はあんま座ったことないですけども、まあ、座ってなんかこう作業したりできるようにっていうコンセプトで、そういうのが多分必要な方っていうのもいると思うんで、そういう風な使い方もできます。でこれ閉めてあげて、外にまたねいろいろあるんです。これここにまたあって、中に止められるところがあって、内部にどんどん拡張ができるようになってるんですね。汚れ物とか多く出たらどんどん内部を侵食して入れられるようになってるので、ちゃんとベンチレーションがついてると。さっきの靴の部分とここの部分で汚れ物を収容できるようになってるんですね。ここにもあります。でこっち側にもあるんですよね。こっち側は今度は中に侵食しないんです。ここだけもう間違いないポケットになってて、僕はねこっちは小物入れてますかね。でちゃんと持ち手がですねこっちとこっち両方ついてるんで、こういう風にも持てるんですね。こうも持てるし、こうも持てる。こう持った場合はここに実はポケットがついてるんですよ。でここは中がね、分かります、柔らかいフリー素材なんでスマホとか入れられる。こういうことですね。こういう風にやってスマホとかを、まあ、iPad とかも入りますよね。もちろん 3way なんでこういう風にも持ってますよね。その 3way 目の最後はもちろんバックパックになるんです。ここからこう出てくる、これをここにカチャンとはめてあげるとバックパックにもなります。ちょっと背負ってみましょうね。これのすごい優れてるのはやっぱりこの幅じゃないですかね。
こんだけでかい荷物を背負って自転車に乗ろうとして普通のバックパックは無理だと思うんですよ。なぜならここ細くて重みで食い込むし、自転車に乗ること考えられてないので、そんなしっかり作ってないけど、これねすっごい太いんです。負荷を分散してくれるっていうのかな、しっかりこうくるんで重みがあっても結構耐えられますし、こういう感じでじゃあ自転車乗りましょうって言っても結構ちゃんと乗れるんですよね。僕ちなみにこれでこの間大阪出張行った時に、空港から新大阪の駅まで出て組み立ててこれ背負って4キロ走ったかな。でも全然余裕でした。なんちゃってなストラップみたいについてるととてもとても自転車に乗って3キロ4キロって走れないので、やっぱり機動力が落ちちゃうっていうことになるので、この辺はいいのかなと思います。さっきも言いましたけど、輪行部分に詰めることだけが輪行じゃなくて、まあそれ以外のね、特にやっぱ忘れがちなのが、やっぱり自転車の装備って結構多くて、で現地についてちょっとした時にやっぱ自転車組み立ててそれを背負って走らなきゃいけないっていうケースがまあまああるよっていうところなんですよね。もちろん日程によっては全然そういうことないケースもありますけど、せっかく輪行の機動力を生かすっていう意味で言うと、まあそれなりにこう自転車にパッと乗れてパッと移動ぐらいはできる、3キロとは言わないけど1キロぐらい移動できる方が便利じゃないですか。だからそういうことができるようにするためにはっていうところまで考えて輪行の準備してあげるとですね、すごく楽しく輪行できるので、そのためのアイデアの一つになればなと思います。特に僕が自分で使ってて秀逸だなと思った今回は ILE のレースでとこのシルカのバックパックのご紹介をしました。それ以外もねいろいろ工夫あると思うんで、ぜひ店頭でもどこでも教えていただけると嬉しいなと思います。僕も日々輪行を便利にしたいなと思ってますので、あと洋服ですよね。輪行に便利なもんっていろいろありますんで、またその辺のところは普段着に見える自転車ウェアって東京ウィルズが一番得意なところなんで、その辺もちょっとそのうちご紹介したいなと思ってます。では今日の動画は以上です。いいなと思った方はいいねの方よろしくお願いします。あとチャンネルの登録もしていただけると見逃しなく見れますんで、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、今日は輪行の話でした。輪行はね、ほんと楽しいです。なんか輪行袋に詰めるのがなんとなく難しいなって感じちゃうのが結構手間だと思うんですけど、もうちょっとね、さっき言いましたけど、思い切ってとにかく何回かやってみると結構簡単なんで、それで輪行の楽しさをぜひ体験してほしいなと思うので、よろしくお願いします。それじゃあね。